はい、こんにちは。今回はスタジオジブリ作品の名作海が聞こえるのご紹介をします。はい、海が聞こえるっていうのはね、スタジオジブリ作品としては初めてテレビで公開された作品なんですね。1993年5月5日に夕方の4時16時にテレビ放送されました。それまでずっと劇場作品を作っていたジブリが初めてテレビで公開した作品なんですね。それでこの作品はテレビ作品ということもあって、ジブリファンの中でも結構知らない人がねいるんじゃないかなと思うんですけど、ただこの作品はまあ知らない人が多いだけで、他の作品と同様にねたくさん放送されればね、それだけ愛される作品だと思うんですよね。この作品がまあ他の作品と違って劇場公開ではなくてテレビ作品だったっていうのはなぜなのかっていうことなんですけど、その当時ですね、まあ宮崎さんと高畑さんがまあ主軸となって作っていたスタジオジブリですけど、まあお二人の年齢が高くなり、まあ若返りを図らなければいけなくなったので、まあ、若手を中心にちょっとまあ軽く作品を作ってみようかみたいなちょっと軽いノリだったんだと思いますね。それで主軸となって作ったのがまあ当時若手スタッフだった近藤克也さんだとか、まあ、監督はまあスタジオジブリ外から呼ばれた望月智美さんで、あと美術監督はまあこれまた当時若手の田中直哉さんといったまあ若手が中心となって作られました。それでこの作品っていうのはスタジオジブリのオリジナル作品ではなくて原作があるんですね。ここに出てるんですけど、これはアニメージュに連載されていた小説で氷室冴子さんが書いた海が聞こえるの原作ですね。これ1990年の2月号から1992年の1月号まで連載されたもので、まあ、それがこれ当時の第1回目の切り抜きですね。これ海が聞こえるだけ切り取って保存しといたんですけど、これがその表紙です。土佐高知の青春グラフィティ、僕がリカ子に振り回されっぱなしだった、これは主人公森崎拓の言葉ですね。それでこの小説の挿絵を書いていたのが、まあ、スタジオジブリで活躍している作画監督の近藤克也さんだったんですね。あ、ここにも書いてありますね、 A 近藤克也って。これね結構ね挿絵が多くてね見やすいんですよ。これはもうこんな感じで、それでまあこの作品がどんな作品かっていうと、まあ高知が舞台で、まあ、東京からの転校生のこの武藤理香子っていうのがまあ転校してくるんですね。スポーツ万能でまあ見た目も良くって美人で成績優秀と、まあ、なかなか火の打ちどころがないような感じではあるんですけど、まあ性格がちょっときつめで、まあわがままっていうね。それで森崎拓がちょっと振り回されるっていう、まあ、東京育ちの女子高生なんで高知にちょっと馴染めずちょっと浮いてるっていう話なんですけど、まあそれでまあ主人公森崎拓が振り回されるという、これが森崎拓ですね。まあそういった高校生のまあ青春物語なんですけど、まあジブリ作品としてはまあ学園ものを扱ったのは初めてですよね。耳を澄ませばより先に描いたがジブリの学園ものですね。それでこの作品はまあアニメージュで連載されていて、挿絵が近藤克也さんということもあって、まあこの小説自体がなんかジブリみたいな雰囲気ありますよね。でこれ毎回もう近藤克也さんの絵がたくさん描かれてるので、すごく挿絵が豊富なんですよね。それでこれで全部が23話あったのかな、よいしょ、ちょっとねファイルしてるんですけど、よかったら皆さんねアニメージュのバックナンバーを集めてね、海が聞こえるをコンプリートしてみてください。これが最終回、リカ子今何してるって書いてありますね。全23話ですね、全23話、よかったら皆さん集めてみてください。でこの連載されていた海が聞こえるがまあ一応単行本にもなっていて、よいしょ、その単行本がこちら、これがまあ1巻で海が聞こえる、それで実は2巻も出ていて、海が聞こえる2、愛があるからっていうのも出てるんですね。でこの愛があるからはアニメージュに連載されてない書き下ろしのものです。アニメージュに入ってるのはこの第1巻目ですけど、これね結構ね単行本にする際にね氷室冴子さんがちょっと書き直したりね、エピソードをちょっと覗いたりしてて、アニメージュ版にしか掲載されてないものもあるんですよね。それで挿絵の数も全然違うので、アニメージュ版の方が多いので、この単行本をまず読んでこれが面白いなって思った方はアニメージュ版を集めてみることをおすすめします。それでまあアニメーション化されてるのもこの第1巻がベースですね。第2巻のエピソードには触れてません。まあ、第2巻は実はね高校生から大学生になってるんですけどね。でそれから単行本に続き文庫本も発売されています。まあ、この文庫本はまあ単行本をそのままね文庫化したような形に近いんですけど、まあ多少ね修正をしているとか、なんかエピソードをちょっと変えてるっていうところはあります。まあ、ほんのちょっと変えてるだけなので、まあ、そんなに大きな変更はないです。気になる方はまあ両方買ってみてはいかがでしょうか。それでこのアニメージュで連載されてた海が聞こえるなんですけど、これっていうのは当時徳間書店の編集者だった
三月早苗さんっていう方がね、氷室冴子さんを引っ張り込んだらしいんですよね。この氷室冴子さんっていうのは、まあ当時流行作家で、集英社お抱えのね、人気作家だったらしいんですよね。それをまあ徳間書店に引っ張り込むっていうのはね、結構大変だったらしいんですけど、その三月早苗さんっていう方と、この氷室冴子さんはお酒が大好きだったらしくて、まあそのお酒の力で繋がって、まあ、うまいことね、連載してもらえることになったらしいです。で、まあ当時、まあそのアニメージュで連載するものっていうと、まあ、アニメーションが文脈のものが多かったらしいんですよね。で、その中で、まあ、アニメと全然関係ないものを連載したいっていうところで、まあ、氷室冴子さんを引っ張り込んだらしいですね。すごいですね。大きな仕事をやってのけましたね。それで、まあ、その三月早苗さんっていうのは、もう最初からこれ連載する上で、ジブリでアニメーション化をしようっていうふうに考えてたらしいですね。挿絵を描いてる近藤克也さんっていうのは、そのアニメーション化っていうのは、まあ、そんな全然考えてなかったらしいんですけど、まあその編集の側ではアニメーション化を前提に考えて氷室冴子さんを引っ張り込み連載をしてたらしいですね。で、この海が聞こえるのアニメーション化が決まったのがいつなのかっていうと、この紅の豚を作ってる時に決めたらしいですね。まあ紅の豚のダビング作業中に鈴木敏夫さんと宮崎駿監督が話してて、まあ鈴木さんが若手に一本作らせてみたらどうかっていうことを切り出して、それで進行していったらしいです。それで、まあ、この海が聞こえるをアニメーション化することになったんですけど、誰が作るかっていうところで、まあ、監督が、その、望月智美さんが担当してるんですけど、この方は、まあ、ジブリ出身ではなくて、まあ、他のスタジオで作ってたんですね。まあ、それでよそから引っ張り込んできたっていう理由として、まあ、鈴木さんが、メゾン一国と、あと、気まぐれオレンジロードっていうね、青春向けの作品をすごくうまく作ってたっていうところを評価して、読んだらしいですね。まあ、この出来上がった海が聞こえるのアニメーション版を見ると、まあその鈴木さんの目は間違ってなかったってことですね。それで、まあ作画監督を務めたのはこの小説版の挿絵を描いた近藤克也さんで、まあ、近藤克也さんはまあこれをアニメーション化するって言われた時に、こんなのは無理だっていう風に思ったらしいですね。まあアニメーション化には全然向いてない作品だし、やりたくないって思ったらしいんですけど、やらないんだったらまあ他のスタッフを探すっていう風に言われて、それでまあ克也さん的には他の人間に踏み荒らされるぐらいだったらまあ自分でやるっていうので引き受けたらしいです。そういったね、恨み節のエピソードをね、この海が聞こえるのブルーレイの特典映像の中でね、近藤克也さんが話してました。すごく面白いですよ。で、そのブルーレイの特典映像には、監督を務めた、まあ、望月監督と近藤克也さんと美術監督の田中直也さん。それから脚本を担当した、丹羽恵子さんですね。丹羽恵子さん、まあ、この時は中村香織っていう名前 で出てるんですけど、今とちょっと名義が違うんですね。まあ、丹羽恵子さんが出てて、あと、プロデューサーを務めた高橋望さんの5人が特典映像で出演しています。まあ、その5人がね、2003年に高知のこのロケハンした舞台を再びロケハンするっていうことをしていて、まあ、座談会が収められてるって感じですね。それがすごく面白いんですよ。ですので、まあ、海が聞こえるを一度見たことある人でも、この特典映像は見てもらいたいですね。で、今考えると結構すごいメンツなんですよね。まあ、当時はね、若手スタッフということでしたけど、今で言えばね、まあ、もうみんなベテランスタッフになっていて、まあ、望月智美さんもね、まあ、海が聞こえる以後はジブリでは作ってはいませんけど、まあ、数々の作品を手掛け、今でもね、現役でやられてますし、まあ、近藤克也さんはね、もう言うまでもなくジブリでね、数々の作画監督を務めてますし、アーヤと魔女ではね、キャラクターデザインもやってますし、ジブリのベテランですよね。まあ、それから田中直也さんは、まあ、もののけ姫でもね、美術監督をやってますし、丹羽恵子さんは、あれですよね、この時が一番最初のジブリ作品に携わった作品ですけど、その後はすごいですよね。仮暮らしのアリエッティ、小栗小坂から歌舞伎ナウシカ、もう数々の作品で脚本を手掛けてますよね。で、プロデューサーを務めた高橋望さんはね、もう最近アニメージュとジブリ展のね、宣伝でね、よく出てましたよね。現在はジブリ美術館シニアアドバイザーをされてますけど、まあベテランの5人ですよね。この5人の座談会と、まあそのロケハンの模様がすごく面白いんですけど、もうその最後の締めくくりとして、まあ望月監督が、まあこの5人でまた次作れないかなっていう風に話してるんですよね。これを今現在やってほしいなと思うんですよね。海が聞こえるってこの2巻があるんですよ。この愛があるからっていうのが。それを、この公開からもう30年近く経ちそうな、この今、続編を作ってくれないかなっていう風にね、ちょっと思っちゃいましたね。監督、望月智美、作画監督、近藤克也、美術監督、田中直也、脚本、丹羽恵子、プロデューサー、高橋望。で、当時ね、
この制作のところにスタジオジブリ若手制作集団っていう風に書かれてたんですよ。だから2作目を作る場合は、愛があるからを作る場合はスタジオジブリベテラン制作集団っていう風にして作ってくれないかななんていう風に思っちゃいましたね。制作費を集めるのが難しいんだったらもうクラウドファンディングでいいからやってみてほしいなっていう風に思いましたね。絶対支援する人多いと思うんですよね。それでちなみにですけど、この作品っていうのは予定していた制作費がかなりオーバーしていたらしくて、これ回収するのにものすごく時間がかかった作品だって言ってましたね。2003年の段階でまあ鈴木さんが話してたんですけど、ジブリ作品の中で一番ね回収にかかった作品だっていう風に言ってましたね。まあ、この作品ね、あまりグッズ化もされてないし書籍展開もされてないんで回収する場が多分結構少ないんだと思うんですよね。なぜかこの作品だけはロマンアルバムだとかガイドブックにもなってないし、アートブックのねジアートシリーズにも入っていないし、ジブリの教科書にもなってないんですよ。あとフィルムコミックにもなってないっていうね、なぜかこの作品だけ何にも入ってないんですよね。まあ、こんなないがしろにされたら子供だったらグレますよね。はい、それで唯一なってるっていうか、まあ、フィルムブックっていうのは一冊出てるんですよね。これは他のシリーズとは全然違うものなんですけど、ジブリ作品ですと、まあ、フィルムコミックのシリーズと、あとシネマコミックっていうね、文春ジブリ文庫の中から出てるんですけど、まあ、そのシリーズではなく、この海が聞こえるだけのこのフィルムブックっていうのがね、あって、あるんですけど、まあ、これはこれでいいんですけどね、ちょっとね、小回りが荒いっていうのもあって、他のシリーズと同じものを出してほしいんですけどね。一応これはね、端末に望月さんのインタビューだとか、そういったこういうキャラクター設定だとかも収められてます。だから他のシリーズと同じように出してほしいんですよね。それから近藤克也さんが描いた挿絵と、まあ、氷室冴子さんが書き下ろした森崎拓から武藤理香子へ宛てた、まあ、そのラブレターっていう風に書いてありますけど、まあ、手紙が、書き下ろしの手紙が収められた、まあ、詩画集みたいなのも発売されてます。この森崎拓からのね武藤理香子へ宛てた手紙っていうのがすごくいいんですよ。これ今は絶版でねちょっと入手しづらいかもしれないんですけど、まあよかったら興味のある方は探してみてください。あとねこういった氷室冴子読本っていう本があって、まあこの中でも、まあ、海が聞こえるについて、まあ、氷室冴子さんが話しています。まあこういったね海が聞こえる関連の本っていうのはちょこちょこあるんですけど、まあ、他のジブリ作品と比較するともう極端に少ないんですよね。とにかく一番出してほしいのがアート本ですね。近藤克也さんがすんごいたくさん絵を描いてるんですよ。もう挿絵もそうだし、もうアニメーションをね作る上での絵もたくさん描いてるので、それをなぜ出してくれないんだろうっていう風にね不思議なんですけどね。その理由をご存知の方がいたら教えてください。権利の問題ですか？それからねこの愛媛の新居浜で開催された近藤克也展っていうのをやってたことがあって、それに行ってきたんですけど、その中でも海が聞こえるの絵がね結構展示されていて、ラフスケッチなんかもね展示されてたんですよ。それで図録にそれが絶対収録されてるだろうと思ったらね、これ収められてないんですよね。海が聞こえるの絵は多少入ってはいるんですけど結構少ないんですよね。かなり厳選されてますだもんで、まあ海が聞こえるだけのジアートをね作ってほしいんですよね。本当にちょっとパラパラってやるとまあこんな感じでまあ入ってはいるんですけど、海が聞こえるは数えてみたら8ページでした。まあ、この厚さありますけど、まあ8ページしか入ってないです。よかったら徳間書店の皆さん、海が聞こえるのアート本を出しませんか？はい、それでこの海が聞こえるの制作についてなんですけど、まあ、監督を務めた望月智美さんっていうのはまあ元々ジブリの人ではないので、まあ、よそから呼ばれてまあジブリで作ることになったので結構ねプレッシャーは大きかったらしいですよ。制作中に十二指腸開炎だったかな、でなんか倒れちゃったらしくて、結構長いことね一人で倒れて気絶してたらしいんですよ。それで入院したっていう、そんな危ない目にも遭っていたっていうね、そんなエピソードもその特典映像の中で話してました。それでまあこの出来上がった作品について宮崎駿監督がどう思ったかっていうと、まあそんなにねよくは思ってなかったらしいんですよね。まあよく思ってないっていうのはなんて言うんだろう、まあ、宮崎監督っていうのはまあ自分の理想がすごくある人じゃないですか。こうあるべしっていう理想形を持ってるじゃないですか。それから外れるとまあちょっと違うっていう風に思うらしくて、どこを不満に思ったかっていうと、まあこの森崎拓っていう男の子がこの武藤理香子と一緒に東京に行くときに、まあ飛行機に一緒に乗るわけですよね。それでまあ二人きりで飛行機に乗るんだから、もうちょっとその男の心情を描くべきだっていう風に感じたのと、あとまあ東京でね同じホテルに泊まるっていうシーンがあるわけですよ。もうそうするとまあ男だったらもうちょっとまあなんかこうあるだろうみたいな、まあそういった面白い話もね、あのブルーレイの特典映像の中で語られてるので、よかったら見てみてください。
まあそれでね、まあ宮崎さんがまあそんなに面白く思わなかったっていうのは、まあ鈴木さんのその解説によると、まあ自分が作れないものを作られた悔しさみたいなのがあったんじゃないかっていうふうに言ってましたね。まあきっとそれはあると思うんですよね。宮崎さんの作風とはだいぶ違いますからね。まあその、まあ割と現実的な、その高校生の姿を丁寧に描いた作品ですよね。リアリティがあるっていうか。まあそれがまあ宮崎さんにとっては、まあ自分が作れないものを作られたっていう悔しさもあったのかなっていうところですよね。それでまあ宮崎さんにとっては自分に作れないものを作られた悔しさみたいなものと、まあ自分が作るんだったらこうするぞっていう思いで、まあ耳を澄ませばに続いていったっていうふうに言ってましたね。もう耳を澄ませばを作る動機っていうのはこの海が聞こえるだっていうふうに近藤勝也さんも言ってました。まあこの海が聞こえるはね、1993年の作品ですけど、まあ1995年には耳を澄ませばが誕生するというわけですね。まあ世間的にはね、耳を澄ませばの方がね、人気が高い作品だとは思うんですけど、僕はこの海が聞こえるの方が好きなんですよね。まあ、子供の時にこの作品見て、なんかそれからもうずーっと好きなんですよね。未だに囚われているというね。それでまあこれ不思議なもんで、これ高校生の話だからもうその年齢なんてもうとっくに通り過ぎてるんですけど、子供の時に見ているせいかね、この森崎拓とかね、松野を見てるとね、なんか年上に感じるっていうのがあるんですよね。なんかよく話としてあるじゃないですか。高校野球を見ると、その高校球児がいつまでも年上に感じるみたいな話とかってあるじゃないですか。子供の時から見てるとなんかそういった感覚があって、なんか森崎拓や松野豊が若かった頃の話みたいな、今はもっと年上の存在としていて、若かった頃の森崎拓を見ているみたいな、お兄さんたちみたいな、そんな感覚があるんですよね。なんか不思議な感じですけど、まあ森崎拓やね、武藤理香子も今はもう家庭持ってね、子供も多少大きくなってるでしょうね。あ、ちなみにですけど、アニメで描かれたのはこの海が聞こえるの第1巻で、まあ高校生の終わりまで描かれてるんですね。まあ大学生になったところっていうところなんですけど、それでこの海が聞こえる2の愛があるからには大学生の話が描かれていて、まあ武藤理香子とのその後と、まあその他の存在っていうのも出てくるので、よかったらこの海が聞こえる2も読んでみてください。ね、本当はね、さっき言ったようにアニメーション化してほしいんですけどね。本当にね、スタジオジブリでクラウドファンディング立ち上げて募集したら、海が聞こえる2の制作費なら集まるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。望月監督や近藤克也さんはやる気ないかな。すっごい作ってほしいな。でね、この海が聞こえるっていうのは結構ね、好き嫌いが分かれるっていうか、まあどんな作品でもまあその好き嫌いっていうのはあるんですけど、まあこれ知らない人多いので結構僕友達に勧めて見てもらうんですね。そうするとまあそんなに響かない人とめちゃくちゃ響く人っていうのがはっきり分かれるんですよね。そんなに響かない人っていうのはまあ感想でまあ分かるじゃないですか。まあそんなに好きじゃなかったっていうふうには言われないんですけど、まあまあそんなに響いてないなっていうリアクションが返ってくるので分かるんですけど、まあ好きになる人っていうのは本当に好きになって、ああこんな作品教えてくれてありがとうっていうふうに言われるし、もう小説も買ったよっていう風に言って、まあ、関連本までね買い集める、結構深くハマるタイプとはっきり分かれるなって思って、まあ、そういった好みのはっきり分かれる作品なんですよね、これってね。あとね、これサウンドトラックもいいですよ。この作品が好きな人からするともう何から何までねいいってなっちゃうんですけど、音楽も素晴らしいです。ちなみにこれ最後に豆知識を言いますけど、これって森崎拓が吉祥寺駅で武藤理香子に気づくっていう風に終わるじゃないですか。あれって最初は渋谷の駅前のスクランブル交差点でお互いが気づくっていう終わり方も考えてたそうですよ。ちょっと新海誠監督作品っぽいですよね。はい、そんなわけで今回はジブリの名作海が聞こえるの話でした。よかったらスタジオジブリさん、海が聞こえるの続編、愛があるからの制作も待ってます。クラウドファンディングを立ち上げたら応援します。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。